セントジョージ要塞スケッチセントジョージ要塞は1639年にインドで初めて建設されたイギリスの公益所建要塞、インドチェーン内の沿岸都市の基礎の築いた要塞でもある。もともと誰もいない砂漠化した場所にさらなる入植と貿易の活性化促進のための公益所の建造を準備し、最もらしい主張をときイギリス東インド会社は徐々に この町を要塞化することを進めた。セントジョージ要塞とマドラス市内の地図セントジョージ要塞1600年頃貿易活動のためにインドに入ったイギリス東インド会社はスーラトで貿易の許可が出ることで始まりそこに初期の取を築いた。どんなに安全を確保しても高新量貿易での貿易航路と通商事業ではマラッカ海峡に近い商工の必要性を感じていた。 1639年、イギリス東インド会社は、候補地の領主ダーマルラ・ベンカタナーヤカが独自に、マドラス・パッティナムと呼んでいた、インドは大陸沿岸部の一部を買収することに、成功し、その場に、港と要塞の建設を始めた。そして、1644年、その要塞は、セントジョージの日と同じ4月23日に完成し、イギリスの守護聖人セントジョージの栄誉を祝った。 このことからこの要塞はセントジョージ要塞と名付けられ、海といくつかの漁村に面した立地は即商業活動拠点になった。要塞はジョージタウンと呼ばれた新しい入植拠留地を海イギリス東インド会社にもたらした。また要塞は農村を囲むように成長しそしてマドラスシティの構造の方向性を決定した。イギリス東インド会社はすぐに カーナティック地方へのイギリス人の入植を推し進め、アール・カードとシュリーランガ・パトナの君主ともやり取りした。同様に、フランス軍もセント・ジョージ要塞に対するためポンディシェリーに拠点を置いた。18世紀には敵からの攻撃に抵抗できるよう、セント・ジョージ要塞は6メートルの高い壁に強化された。また、1746年から1749年には一時的に、 フランスの植民地に組み入れられたが、オーストリア継承戦争終結後のアーヘンの和訳を締結した後にイギリスに返還された。今日、要塞はインドタミルナード州の立法議会本部として、そして南インドとアンダマンにコバル諸島など多様な場へ輸送を行うための軍の中屯地として行政利用されている。その他、要塞資料館は、 歴代イギリス東インド会社総督の多くの写真を含む営業インドの多くの遺物を収容している。チェン内のセントメアリーズ教会セントメアリーズ教会内部セントメアリーズ教会はインド最古の成功会系教会。1678年から1680年に建設された教会の中庭にある墓はインド最古のイギリス人の墓である。この古ぼけたいりの家では イギリス商工、ロバート・クライブ、イギリス東インド会社総督、エリフ・イエールの結婚式が行い、その後イエールはアメリカにイエール大学を創設。セントメアリーズ教会は東のウェストミンスター大臣として広く知られた。要塞資料館はインド統治法の基調を展示している。この建物は1795年に完成し、マドラス銀行の事務所として使われた。 最初の建造物、大広間の会場には、公共両替所と公共の集会所、宝くじの抽選会そして時折、宴会場として役立っている。これらの遺物は、インドのイギリス等地方を思い起こさせる。この資料館の展示物は、イギリス領インド帝国時代に遡った、当時の武器、効果、メダル、勲章軍服、そしてその他のイギリス、フランスとインドからの工芸品などである。 インド統治法書館の原文は、ロバート・クライブによって書かれ、コーン・ウォリス教を独語魅了したもの。当時の古風な軍服も人揃い、観覧できるよう展示された。しかしながら、たまに絆のは、コーン・ウォリス教の大げさな彫像である。リチャード・ウェルズリーの住居の一階は、歴代総督と組織幹部たちの肖像画が飾られた、宴会場、カトリック教徒の総督リチャード・ウェルズリーが資料館の、 壁面の尾根を装飾した。そして14.5フィートのコーンウォリス教の彫像が資料館の正面玄関にほど近い場所に建てられた。この彫像はイギリスのチャールズ銀行によって建立されてインドに運び込まれたものであった。彫像の台座にはマイソール王国のティプースルタンの特使が人質に取られた、その二人の息子の身の白金を引き渡しの場でイギリスに支払うことができず。 混乱した、当時の様子が詳細に描かれ、刻まれている。セント・ジョージ・オーサイ・ロバーツ、J、ヒストリー・オブ・ザ・ワールド。ペンギン、1994、ムーティア、S、アセンテンリー、S ・リンクス・ウィズ・チャナイ。 the ド ,http://www.hinduonnet.com/.thindu/.mp/.2002/.08/.12/.stories/.2002081200230300.html9/.06/.2002 h へ閲覧ありがとうございます。